はい、どうもコミです。さて本日は TH コンプリーターさんから動画見ていきます。今日のテーマはですね、タウンホールが中心にある配置というのを見ていこうと思うんですけども、どんなのかっていうとこんな感じですね。あのタウンホールが村のど真ん中にデレーンとこうね構えていて、こういうタウンホール中心系の配置って大きく分けて3つのタイプがあると思います。1個は今見てもらっているようにこう壁がね、こう区画がちゃんとこう仕切られていて、で、なんていうのかな、それなりに、ユニットを壁を伝って歩かせていけるタイプの配置だったり、この辺がもうドーンとね、こういう風に大きく、出来上がっちゃっていて、この辺の壁はあるんだけども、ユニットがこう入ってきた時にもう左右にこう分かれちゃってね、タウンホールを迂回するように通っていく。で、迂回しているユニットをタウンホールがガンガン攻撃していくみたいなね、こういうタイプの配置もあれば、でも本当に、ごっとね、こういう風に、大きく区画がもう作られて、この辺壁全然なくって、タウンホールが真ん中にドーンとあるよね、こういう配置もあります。で、今日扱っていくのは、この3つに関して、どれがっていうわけでもなく、全体を扱っていこうと思うんですけども、どちらかというと今回見てもら、今見てもらっているようなこういう壁がね、仕切られている配置に対する攻略の方が、まあ、ちょっと多く出てくるかなというふうには思います。で、まあ、ご自身が使えるその編成でどんな風にこういう村を取っていけばいいのかなとか、または今回のこのアタック見てもらいながら、合計5本ね、扱っていきますけども、これやりやすいなとか、これ練習してみようかなみたいな、まあ、そういうね、ヒントになるようなアタックが見つかれば、私も嬉しいなというところで、早速見ていきましょう。はい、でまずはですね、こんな形で、1本目ですけども、たくさんのアタックですね、壁に囲まれているような区画が中心部分にあるんで、そのど真ん中にタウンホールがあるっていうこういうタイプですね。で、これに対しては、グランドオーデンのオデヒからの、スーパーボーラー、まあ、ペッカと、スパビズを使った中華式でもいけると思うんですけども、どちらかはまあ別に自分の好みで使い分けてもらってもいいかもしれないですね。今回、たくさんはスーパーボーラーを適用していますけども、利用してますけども、適用って買ったいな、はい、利用しますけども、まあ、簡単にプラン話すとこんな感じで、片側を、グランドオーデンのオデヒで削っていきます。で、この、ね、タウンホールの区画に入れないように、こういう風にユニットを流していくんですね。で、あえてタウンホールの周りを、ユニットを流しちゃうんですけども、その壁越しにタウンホールが殴れるんですね。これ、1マスしかここ隙間ないじゃないですか、ここ。どこもそうですけど、これもそうね。この1マスの隙間って、まあ、スーパーボーラーもそうだし、スーパーウィザードもそうだし、まあなんならアジアクイーンだったらもう余裕で殴れちゃうわけですよね。なんで、ここ、あえてタウンホール角にユニットを入れないことによって、タウンホールが壊れた後のギガポイズンと言われる超強力な、アフターダメージを回避することができるんですね。で、しっかり壁の外からこれを壊していきながら、さらに壁の外側ですね、これちょっと下方面にスーパーボーラーが流れちゃってますけども、上方面、こんな感じね、ちょっとこれジャンプの位置が甘かったかな、中に一瞬入りましたかね。はい、ただ基本的には、ポイズンのダメージあんまり食らわずにこんな風に動いていってますね。こんな風、こんな風、こんな風。こんな感じです。で、こうすることによって、スーパーボーラーもスーパービザードも、まあそうなんですけども、壁の、なんていうのかな、区画をうまく利用するんですね。こういうタイプの配置って割と、ジャンプの呪文をちょっと使うと、こういう風にね、タウンホールの周りを本当にぐるっと回れるようになってるんですよ。まあ、回すことを意識してる、まあ、壁の作りなんで、当然回っちゃうんですけど、回りながらタウンホールさえ何らかの方法で壊せてしまえば、まあ、どうってことないんですよね。タウンホールが打ってこないんであればもう中心からのこういうダメージがないんで横打ちはされないんですよ。あえて壁の内側をぐるっとこう歩かせることによってこうジャンプを使ったりねしながら歩かせることによって、スーパーボーラーなりペッカスパビスの、ダメージっていうのをもう最大化していくっていうことなんですね。で、たくさんのこのアタックちょっと見てみるとですね、これイーグル4まで本当はオデヒで、まあ、壊しちゃってもよかった気がしますね、個人的には。レイジ一発使ってもいいから、イーグル砲とワンチャンこのクロス付近まで壊すことができるともっと安定したんじゃないかな。スーパーボーラーが入ってきた後に、こことここにこう割れちゃったんですよね、こう二手に。二手に割れちゃったんだけど、この下側に行くユニットっていうのをなくすことか、オデヒでしっかり削りを入れればできたと思うんで、まあ、そこに関してはね、まあ、時間を少し気にしたのかもしれないですけども、なんだ、まあ、見ててやった方が良かったんじゃないのかなっていう気はしました。で、この突撃艦に関しては、まあ、これはね、村の配置にもよりますね。今回、ここの部分が壁にこう囲われていて、ちょっと落としにくかったんですよね、ここの部分。なんで、突撃艦を入れても、区画ごとガーンって破壊したんですけど、まあ、こんなような村であっても、こういう風にね、大きな四角形、正方形になっていて、こんな風になっちゃってる場合、わかるかな、こんな風に。
なってる場合だったら、別にここにこうキングをね、今ここにいますけど、こいつの中の方に入れて歩かせちゃって、で、あとはスーパーボーラーを同じようにこうね、タウンホールの方に歩かせながらぐるっとタウンホール周りを回していくみたいなパターンでも良かったかもしれないですね。というのがまず1個目です。これ、すごくね、使えるテクニックだと思うんで、ぜひぜひ参考にしてもらえたらと思うんですけども、ここからですね、もう4本見ていきたいんですが、関西クラクラクラブの方に移って見ていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ではこちら2本目はですね、まあ、いわゆるスーパーノヴァってやつですね。バルーンで、まあ、突撃艦にバルーン入れてクローンでゴーゴーゴーっと増やして中心部分を殲滅していくと、まあ、いうタイプの攻め方です。で、これができるのは、これ回廊でもね、まあ、ほんとタンホール中心にね、あるタイプの村なんですけども、なんていうのかな、これ、ここなんですよ。タンホールの周りに主要な防衛ね、投石とかクロスとかインフェルとかイーグルとか、こういうのが、たくさんある場合にはこれができます。ドラゴンを面で済ませミスター。ドバッと出して、後ろから突撃艦。グランドボーデンのトームをかけて、タウンホールのところにレイジ、さらには、クローンをこう、4つボン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 ってかけていきます。で、しっかりこのクローンがね、なんていうのかな、ちょっと後で図を書いて説明しますけど、かける場所すごい大事です。これね、遠すぎても、クローンにバルーンが乗っかってくんないし、近すぎても、クローンでできたバルーンが一箇所に固まっちゃって、タウンホールの爆破ダメージでみんなね、やられちゃうとかいうことが起こるので、このね、かける、あの時の呪文の落とす場所めちゃくちゃ難しいんですけど、ゼロさんこれクソやり慣れてるので、完璧に今決まりましたね。で、どんな風かっていうと、こうね、円を描くじゃないですか。これクローンの円で、ね、ちょっと楕円になっちゃってるけど、クローンの円。描き直すか。こうクローンの円ね。クローンの円があったら、この半径、まあ、中心部分ありますよね。この中心部分に次のクローンが乗っかるようにこう打つって、これ、大きさが全然違うけど、ごめんね。こんな風に。ここがまた中心だよね。だから中心に、こういう感じ、わかるかな？こう。で、さらに、ここも上もこうね、こんな風にかける。こんな風にかけて、クローンのその中心部分、どのクローンで、どの、クローンに誘導するかって考えるじゃないですか。この真ん中のこのクローンを軸にするんだったら、こいつの中心部分に、つなげるクローンのこの外周が触れるような位置関係に落としていくのが、一番ギリギリ安定しながら、遠くにクローンで伸ばしていける場所かなと思います。これは僕がゼロさんの攻めを見ながらね、こう、考えたというか、まあ、大体こういう風にしてんだなっていう風に、理解して話をしてるんですけども、結構ギリだったね。まあ、でもまあこんな感じで中心部分に、主要な防衛が固まっている場合っていうのはこの、突撃艦バルーンクローンですね、まあ、通称ノヴァによって落とすこともできます。ではですね、次のアタック見ていきます。次もね、まあ、ドラゴンつながりで、もう一本いこうかなと思うんですけども、こいつですね、ドクター J さんが、攻めてくれたこのアタック、真ん中にこれ回廊ではないね、なんかそのいわゆる対策陣って言われる、星にはあげるけど、前回は取らせませんよ的な配置のタウンホール中心バージョンっていうところかな。で、まあ、こういう村も、まあ、そんなになんかね、見かけることはない気がするんだけど、まあ、ちょいちょい出てくる、ことはあるかな。うん。まあ、あんまりレアな気がしますね。で、これ、J さんどんな風に取っていくかっていうと、この上の部分をここ、キングとクイーンで、スーサイドっぽくね、こう削っていきながら、ドラゴンをこの面に出していきます。ぐるっと回しながら、突撃艦、これをタウンホールに当てていく。で、そうすることによって、ドラゴンたちがぐるっと外周回れるルートを作っていくんですね。で、突撃艦にトーム。ちょっとこのトーム早かったんじゃないかな。これ、もしもここにトルネがあった場合、やばいことになってた気がするけど。で、これで中に入ってるのはバルーンとドラゴンですね。こいつらをレイジをかけて、一気にタウンホール破壊していきます。ドラゴン中心部分でね、結構落とされちゃうんですけども、ポイズンのダメージ食らって。まあ、突撃艦の仕事、まあ、中に入ってるユニットも含めて、中心のタウンホールを落とすことだけに集中するんであれば、まあ、これでもいいかなっていうところですね。で、上からはロイヤルチャンピオン。ちょっとロイちゃんが若干遅かったかもしれないですけども、しっかりイーグル破壊してますね。で、こうすることによって残ったルートっていうのが、こう、まっすぐになるので、ドラゴンがこう入ってきて、ぐるっとね、この、6時方面から30時方面、2時方面かな、にこう抜けていくことができるというね、形で、ここのカットもしっかりできてます。ここをロイヤルチャンピオン。で、この部分をキングとクイーンという感じですね。で、ここを突撃艦。突撃艦ね。で落としていくと、まあ、いうような感じで、プラン立ててますね。で、こっちをドラゴン。ドラゴン。
で、まあ、ドラゴンに関しては、今回、J さん、あれですね、ライダーと、インドラとドラゴンをそれぞれ同じ体数ずつ積んでますね。この形って結構なんかね、いいみたいですね。うん。今、まあ、見てもらってたかも、見てもらってたか人もいるかもしれないけど、これクランジョーとか、相手のロイちゃんとかね、素早く処理したい、体力の高いとか、そういう、施設に対して、イントロがつくと一瞬でそれを落としてくれるんですね。これ、ドラゴンとかだと、ここで捕まっちゃって、で、横打ち受けて、ユニットが、ま、ドラゴンがいなくなっちゃうっていうケースが多々あるんですけど、そういう、その、なんていうのかな、立ち止まりがインドラにはあんまりないので、今のもそうよね。ダクエリのタンクを一瞬でこうインドラが破壊するじゃないですか。だから、そういった意味のこういうね、554か。うん。で、ドラゴンたちを持ってってますけども、こんなようなね、編成っていうのもいいのかもしれないですね。僕はあんままだ使ったことがないけど。はい、というところですね。で、こっからはですね、どうしようかな。スーパーボーラーを使った戦術も見たんですけど、あーごめん、ちょっとね、やっぱりもう3本あるな。合計6本ちょっと今日出していきますかね。ドラゴン系見終わったんで、次は、これがトミーさんのこれを見てほしいと思う。これね、いわゆる、厄介なタイプの回路ね。こう、区画がだだっ広いんで、そこに対して、一気にこう、ね、ユニットを当てていくと、タウンホールの爆破ダメージと、あと、その後に出てくるポイズン効果によって、中心に入ってみるとか全部やられちゃうっていうパターンがあるんですね。で、それを、このトンミーさんのアタックで結構ね、いい感じに回避してるんですよ。で、それを見てほしいなと思います。グランドオーデンのオデヒーから、もう最小限の労力を使ってサイドカットですね。オデヒーは基本的に、なんだ、ユニットを使い捨てることがないカット方法なんで、まあ、時間は使っちゃうけどね。確実性があるし、とても便利な方法ですね。でそこから繋げていくのは、キング投下弊社ですね。を使って、こちら側をカットしていきます。この部分。カットしていって、主力のペッカ、バルキリー、スーパーウィザードをゴーンと中心部分に入れるんですけど、これユニットがどういう挙動するか見ててほしいんですが、まずペッカ、これ先出してから、バルキリー、スーパーウィザードですね。で、バルキリーたちに、まだトーム使いません。中心に入るレイジに乗っかったタイミングでトームをかけます。で、ここから先もバルキリーがグランドオーデンのスピードを追い越してどんどん前進しちゃうんで、今からトームって間に合わないですね。バルキリーが散る前にトームなんですけど、これ一気にこれさ、中央部分殲滅してるの分かります？これわずかこの部分だけで10秒ぐらいなんですよ。あっさりと、タウンホールから投石機のあたりを全部、殲滅していってくれてるので、しかもこれ援軍とかも結構ね、バルキリーが一瞬でストライカーとか入っても、いやー、投げ払ってくれちゃうんですよね。で、後ろから来たユニットっていうのは、ロイヤルチャンピオンやアーチャークイーン、結構ポイズンダメージに捕まって苦戦してはいるんですけども、外周流れていったキングだったり、あと、東海社が出てきたホグライダー。こいつらが、中心を突破した、ペッカと一緒になって、外周部分を殴りまくってますね。で、この効果があったからこそ、中心部分にいたキングじゃねえわ、アチャクイとロイちゃんが横打ちのダメージ受けなかったんですね。なんて未だに生き残ってます。これ圧倒的なユニット量じゃないこれ。回廊をこんな、そのユニット残して突破できる編成って、まあ、正直、見たことがないですよね。これ、しっかりちゃんとパターン化してやったらめちゃくちゃ強いんじゃないかなっていうのをね、トミーさんが見せてくれて、ちょっとこれ僕、マジでこういうね、だだっ広い系の回廊を攻める場合の、手持ち札にしようかなって真剣に考えてます。てか多分しますね、これ。自分の中で煮詰めようかなと思ってます。はい。ではね、残り2本見ていきましょう。次の2本っていうのは、クイヒー戦術ですね。これを見ていこうと思うんですけど、まず1本目っていうのは、あ、間違えた。クイヒーじゃない。ダバル系戦術ですね。を見ていこうと思います。1本目は、トスウィズラバルですね。なんか、すいませんでした。今日だいぶ、準備してたんですけども、頭にそれが入ってなくてくだっちゃって、申し訳ないんですけども、トスウィズラバル。これまずは、ここね、落としていたところにトルネがあったんでね、ちょっとこれ進行が若干やばくなりかけたんですけども、うまいですね。ちゃんとスーパーウィザードの動きを見ながら、インビジブルを重ねかけしていって、マルチインフェルノを壊しながら、本当はこのイーグルもね、壊していきたかったのかな。それが、ワンチャンタウンホールの方にスパビズを持ってきたかったのかもしれないですね。ただまあ残念ながらイーグルタウンホールは壊れずというところなんですけども、
ここからですね、ラバルとヒーローパートをやっていきます。で、まずヒーローパートなんですけども、ヒーローの狙いは、キングをこうガーッと一気に走らせて、この部分を壊してしまうんですね。で、後ろから来たアーチャークイーンが、施設を伝ってタウンホールをたげってくれるっていうことを意識しながらやっているはずです、これね。まずはアイゴレによってキングを守り、アーチャークイーンがタウンホールをターゲットするためのスーパーウォールベーカー壁を開けて、ここでフィストを放っていって、でアーチャークイーンがこのグランドオーデンズをさらにイーグルというふうにターゲットをつないでいってほしいところなんですけども、ちょっとね、こちらに釣られてしまって、残念ながらイーグルの方に向かってくんなかったんですね。これね、惜しかったな。でタウンホールが残っちゃうって結構ラバル回す上では、まあ、しんどい形になってるんですよね。これだいぶヒヤッとしたんじゃないかと思うんですけども、まあ、そこはねハッシュのテクニックだな、これはもう完全に。はい、東方石器まではしっかりヒーローパートで折っていって、中心部分にねこれがあるんで少し鬱陶しいんですけども、 L 字型っぽくねこう村の施設が残っている形ですね。でここからラバルを展開していきます。まあ、これね本当はヒーロークイーンでタウンホールが取れてる前提だと思うので、まちょっとこの解説をする上で多分リカバリーのアタックの解説をする形になると思うんですけども、こちら側に出したバルーンたちをタウンホールに向けるためにこっちにヘイストをガンガンかけて進めていくって感じですね。でサイドカットしてあげて、富士側から来たバルーンたちがこういう風にタウンホールに登る、でここのところでフォームを使って爆破ダメージを回避していくというところですね。ポイズンここでだいぶバルーンが起こっちゃったんですけども、まあ、その代わり中央部分に入らなかったアーチャークイーンが生き残っているので、まあ、こいつがね最後残った、対空砲と、まあ、ちょっと低火力の部分を押し切っていくという格好ですね。まあ、これラバル回す前のトツイズパートでタウンホールをおそらく取れるもんなら取りたかったっていう形だろうし、で取れなかったにしても、アーチャークイーンでこうね、キングを進めていきながらクイーンを後出しでぐっとこうねタウンホールの方に持っていきたかったっていうリカバリー、この両方が外れちゃったのでしょうがなく、まあラバルで最後の最後リカバリー、もう後がないリカバリーですねをやったっていう形なんじゃないかと思うんですけども、まあこんな風にトツビズラバルっていう方法もあります。でこのトツビズラバルによる回廊の攻略っていうのは、スターズさん、クイーンウォーカーズのですね、星さんのレジェンドアタックの、ね、YouTube 動画、星さんご本人がチャンネルを作ってレジェンドアタックされてるんですけども、そのアタックで本当回廊に対するトツビズラバルいっぱい出てきますんで、それをね見てもらうともっと分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思います。でラストですね。ラストは、どれだ、これだな、ジョーカーさんのアタック。まあ、ジョーカーさんはやっぱ食い火だな。だいたい食い火を結構やっていて、ラバルを使うか、ドラゴンライダーを使うかという、まあ、ところですね。ね、本人曰く、ラバル4が、シングルインフェルノが多い場合だったり、あと、時間が結構食い火パート、たくさん使わざるを得なくて、時間を押しちゃうっていう場合には、食い火を選択する、ラバルを選択することが多いみたいですね。で、まあ、多少早く、ドラゴンライダーを出せるような、プランが描ける場合っていうのはラバルを使わずにドラゴンライダーにしたり、あとまあドラゴンライダーって逆にシングルインフェルノに弱いんですよね。数で押し切るっていうタイプではなくて、1体1体がしっかり仕事をしてくれないと成功しないアタックなので、シングルインフェルノがある場合には向かないというところ で、マルチインフェルノがあったりする場合にはドラゴンライダーを使っていくというようなね使い分けをすることがまあ多いのかなというふうに思います。でこれね、キングとロイちゃんを使って上方面カットしてきますね。これ上方面のカットをしていくことによって、アーチャークイーンが、上方面の壁殴らないんですね。こういう風にぐるっと行くけども、ちゃんとこちらの方面ね、6時方面に向かっていく。さらに、2層目の壁開けを終えてから、3層目の壁開けがここね、に持っていくって感じですね。こういう風に。で、アーチャークイーンで、この部分を6時方面にガーッとこう走らせていきます。これ、なかなか、なんていうのかな、長距離を歩かせるんですけども、よくね、これやって、出るなっていうのは思う。アチャクイのそのなんだヒーラーのところにホーミングなんかが当たってきちゃうと結構終盤クイヒがもう機能しなくなったりするんですけども、まあ、そういうケアもしているし、かつアチャクイの挙動に合わせてしっかりね、この辺の、カビ開けだったりとか、あとは、サイドカットをしている。でおそらくね今回のこのアタックってここの壁が開いちゃったけど、ここの壁を開けて
アーチャークイーンでターンフォールを射抜きたかったんだと思うんですね。ここ3マスしか空いてないから、このアーチャークイーンがここに入ってくれさえすればターンフォール殴れたんですよね。でもそれができなかったから、ボマーにしていた突破兵器を突撃機関に切り替えて、レイジバルーンドラゴンでターンフォールを破壊というリカバリーはナイスですね。で、中央部分にアーチャークイーンが入らなかったことが、アーチャークイーンに対してはまあ幸いしていますね。しっかりこれで6時方面に歩かせることができた後はもう死ぬ要素がないので、しっかりこの投石のターゲットもね、こう通っていきながら、バルーンたちの進行をターゲット通ることで助けているという感じですね。これクロークは今使いませんね。クローク使っちゃうとバルーンが投石にたげられちゃうので、バルーンが投石を落とすタイミングでクロークを発動して、でここから回収を早めていくというところですね。まあ早めるも何もこんだけバルーンとガーゴイルがいたら回収楽勝なんですけどね。はいというところですね。これで全部6本見ていきました。ちょっと今日ね、ボリューミーではありましたけども、こういったターンフォールがね、中心にある配置って意外と攻略難しかったりするんですよね。星1やらかしちゃうことが多いんで。で、星1をやらかさないようにと思って、このど真ん中にユニットをダーッと流し込んでいくとね、そこでターンフォールが壊れた瞬間に爆破ダメージと、その後来るギガポイズンに全部ユニットが焼き殺されちゃって、星2の低パーセントで終わっちゃうとかいうね、悔しさを味わったことのあるプレイヤーの方はたくさんいるんじゃないかと思うんですけども、今回紹介しました合計6点かなの方法を、配置だったり自分の得意戦術を考慮しながら使い分けていってもらって、こういうですね、ターンホール中心村に対して、綺麗にね、前回取って気持ちよく対戦締めくくってもらえるようなね、アタックにこの動画がつながってくれればなというふうに思っておりますので、ご参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日はタウンホール中心配置の攻略法ということでですね、合計6本のアタック見ていただきました。まあ、いろんなタイプがあったんでね、混乱したかもしれませんが、まあ、その場合もう一回見直してみてもらって、まあ、どういう村にどういう、まあ、戦術がいいのかな、自分の、できる戦術はどれかなというところからですね、練習するパターンっていうのもね、こう探していってもらえたらというふうに思うんですけども、私のチャンネル、こんな感じでクラン対戦の解析の動画中心にやっております。今回ターンホール14ですけども、まあ、13、12とね、幅広くやっておりますので、この動画を見ないと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。